レゴフォートナイトやることだー。トムさんということで、本日はですね、サムネとタイトル見てね、共感した方、そうなのって思った方、まあいろいろね、いると思いますよ。レゴフォートナイトがやることないと、退屈になってきてるということで、今日はね、話していきたいと思います。まずね、12月にリリースされてもう7ヶ月ぐらい経つんですかね。6ヶ月7ヶ月ぐらい経って、まあね、様々ね、我々いろんな経験してきましたよね。いろんなお家建てたり、村人仲間にしたり、やることはね、いっぱいあってたくさんやってきたと。ただしかし、どうですかこの1ヶ月ぐらい。5月3日にスターウォーズアップデートが来て、それっきり我々レゴフォートナイトプレイヤーは置き去りです。置き去りのままだと。で、次回はね、6月11日を予定しているらしいんですけども、まあやることないということで、レゴフォートナイトへの不満を今回この動画でぶちまけていきたいと思います。ということでやっていきましょう。はい、ということで、やることないので、バトロワにやってまいりました。これ、ランクマッチだね。そのランクまださ、決めてなかったから、まあ、初期ランクもね、ついでに、まあ、見てってくれればなと思います。まあ、おまけですね。じゃあ、まあ、早速本題入っていきましょうか。本題はですね、レゴフォートナイトが退屈な理由ね、いろいろ考えてきましたと。この動画、一旦全部見た後に、他にね、思い当たる理由とかがね、あれば、ぜひともね、コメント欄で教えてほしいなと思います。なんか、これあったらいいなって。っていうのも、もしかしたらね、この動画、タイトルがタイトルだから、エピック見てるかもしんないじゃん。そのコメント欄を見て、それがフィードバックになるからさ、みんなでさ、ちょっとそれ、送っていこうと。もしかしたら見るかもしれないから、もう思う存分退屈な理由を教えてほしいなと思います。はい、ということで、まず、レゴフォートナイトが退屈な理由。それはですね、もうこれが一番でかいね。これがもう一番でかいと思う、俺の中で。建築上限ですね。ということで、建築上限って何ですかと一体。この建築するゲームにおいて上限があるってもうさ、どうすんのよ、それっていうね。思いませんかと。俺はね、思ってしまうんですけども、建築上限のせいで、もうやることがね、なくなってると。だって、いくら凝ったものを作ろうとしても、もうね、建てれないんだもん。それはね、やる人もね、いなくなりますわなと。なんか、いるくね？やばいよ。予感がしますね、これね。まずいぞ、これは。まずい。まずい気がしている。どうやって勝つん、これで。なんかいたよね。怖いんだって。おー、シュー。危ねえ、マジで。気づいてなくてよかった、俺に。で、なんだっけ？あ、そう、建築上限だ。建築上限がさ、どうしようもないというかね。僕ね、100日後に帝国を作る男シリーズとかやってますやんか。で、帝国作りたいんですけど、で、凝ったものを作りたいんですよ。作るならね、どうせ。どうせやるならね。なんですけど、作れないんですよね。ある一定のラインまで行くと、何も建てれなくなると。っていうことがね、あるんですよね。僕もね、2回ね、建築上限で村諦めましたから、そういう背景もありますと、まず。ひとまず、そんな背景がありますよ、と。で、みんなもさ、会ったことあるよね。その建築上限の悲しい現実にぶち当たったことあるよね。絶対。なんでまたかよって。せっかく建てたのにまたかよっていうね。たくさんあったでしょ。皆さん。まずそれがもう一番の理由じゃないかなって思いますね、僕的に。まあ、これからね、いろんな理由を話していくんですけど、どれが皆さんの一番に当たるかなというのもぜひコメント欄で教えてください。そしたらね、どれを改善したらいいかね、見えてくると思うので。で、続いてよ。続いて、なんですけども、バトルロイヤルみたいに、クエストでレベルを上げてっていうのがあるじゃないですか。で、それのモチベがもうないってことですね。レゴパスもあるにはあると思うんですけど、天井低すぎてもう終わっちゃって、もうクエストさ、ウィークリーとかさ、デイリーとかあるかもしんないけどさ、もうもはややる意味ないですよね。今この状態だと。もはやなんですよ。やんなくてももうレゴパスは終わってるし、みたいな、そういう状況でございまして、まあそれはね、やる気も起きませんわなっていう感じですよね。だから、そのね、なんか、やり続けたらなんかありますよ、みたいなのがあると、やり続けられるんじゃないかな、とも思うんですけど、今んとこそういう要素がないから全く持ってだからっていうのもあるのかもしれないと私は思っております。どうでしょうか皆さん。で、なんか放置して経験値もらえるようにすればまだその人はいるじゃん、人はいる状況なんだけど、それはすぐ直すじゃん、それはそれはね、直すじゃん。だからまマジどうしようもないというか、やる動機がない。だから建築、時間かけて建築したいけど、建築上限でね、できないし、時間かけて建築しないから、まあじゃあレベル上げようかってなってもレベル上げる意味もないし、今で言うとそのレゴフォートナイトのポッチ、レゴパスのポッチを集めるのももうすぐ終わるし、バトラーだったら100じゃん、レベルが。でもポッチマジですぐ終わるじゃんね。10段階ぐらいしかないでしょ多分。だからまあそらすぐ終わりますよね。で、今やることないと。いかんせんこの1ヶ月ぐらい我々ね、ないわけですよ。レゴフォートナイトプレイヤーとしては1ヶ月ぐらい何もなくて、5月3日だよ。だからもう全然来てないと、ということなんですよね。
で、はい、続いてなんですけども、全部経験したプレイヤー、実質クリアみたいな人はですね、もう新しいことがないですよね。もう一回じゃあ新しくやろうっつっても、その村作ったりね、それも同じじゃないですか、手順が。なんでまあね、新しいことをやろうにもね、結局その繰り返し、7ヶ月我々繰り返してるわけなんで、我々はね、新規の人からしたらいいと思うんですよ。そのさ、最近もあったけどさ、お守りとかがさ、アップグレードされたり、アップグレードというか簡単になったりね、作るのが。っていうのはあったと思うんですけど、ねえ、すごい戦ってる。シュー！オッケー、まあ、せっかくだから持ってくって言おうとしたけど、こいつミシック出さないんだ。で、なんだっけ？あ、そうそうそう。その、ある程度一周回っちゃったプレイヤーはもう本当にやることがないということですよね。で、やることなくなって、じゃあ経験値もらおうと思って放置してもダメだし、で、クエストもないしっていう、もう、なんかバッドループというか、何したらいいんでしょうかっていう感じですよね。まあ、アップデート来たらさ、楽しいからやるけども、その感じのアップデートも全く来ないから、我々はね、取り残されているというわけですよね。そして、続いてなんですけども、バグが多いです。バグが、まだ多いね。まだもう被害の声が多数ね、我々寄せられておりますよ。我々というか俺なんだけど、俺のチャンネルにね、ああ悲しいよっていう声がね、いただいてるわけですよ。うん、そりゃ言いたくもなるよね。いや、それはそうだよねっていう感じなんですけど、バグもね直してほしいですね。そのなんか難しいことをね要求してるような気もするんですけど、バグ直してほんで新しいコンテンツも言うのはなかなかね大変なことを言ってると思うんですけど、いい塩梅でねやってほしいですよね。なかなか難しいことをね言ってますけどもね。で、あとこれあったらいいなっていうのが、カスタムのテンプレートとか欲しいですよね。自分でさ一回作るじゃん、大きいめっちゃでかい建築とか作って、それもう一回建てようと思ったらもう一回さ、なんかやんなきゃいけないじゃん、ゼロからやんなきゃいけないと思うんだけど、それもなんとかなりませんかねっていう思いはありますよね。カスタムテンプレートとかあればね、その自分の作った型を何回も作れるとか、そういうのもあるからいいとは思うんですけど、まあ難しいんでしょうかね。はい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 、逃げたんだけど、あいつまさかの逃亡なんだけど、逃げないでもらっていいですかと私は言いたい。拳じゃん、拳、時代は拳なのかもしれない。でなんですけど、スターウォーズは良かったなというふうに思いますね。なんか刺激がねめちゃめちゃあったね。スターウォーズコラボはとってもね、もういい、みんな楽しんでたもんね。だからスターウォーズはすごい良かったなと。やばすぎるこれ、どうしたらいいんだろう。それってぬかコーラやばすぎる、マジでこの武器どうしようもないよ。それバトラーも今ね、まあいろいろ問題あると思いますけど、こんな感じのやばいよねマジで。結局車乗ってるだけだもんね全員。ランク初めてやったけど、まあランクなんてこんなもんよね。車に乗ってたら死なないし、そうなりますよね。まあでもね、バトラーさんはねやっぱり楽しいこといっぱいありますから、新しいことがねないんでないんで、こっちとらね、レゴプレイヤーとしてはね1ヶ月以上何もないということで、ぜひとも何か追加してほしいと思いますね。スターウォーズコラボのような何かこうね、ワクワクするようなものがあればなと思います。ということで、まあこんな感じかな。自分が今思ってるこうしたらいいんじゃないかとか、ここが退屈だなとかいうのはね全部言い終わったので、まああとはこのね試合の行く末を見ていっていただけると嬉しいんですけど、皆さんのね思うところいろいろあると思うんで、それもねぜひともコメント欄で教えてください。いや散々ね、散々言ったけど、僕たちはね、僕の視聴者さんもそうだと思うんですけど、僕たちはねレゴフォートナイト大好きなんで、逃げんなよ、もう逃げないでね拳くん。好きやね君、本当にこもるの。テレッテレッテレッテ、うわびっくりした。ちょマジでやめてねえ、ひどいマジで。はい、ということで、はい、今シーズンの初ランクは
あ、シルバーにー。そうですね。ランクはもうダメかもしんない。ということで、今回ね、レゴフォートナイトの退屈な理由喋っていきましたけども、まあ一つもね、共感したという方がいらっしゃいましたら、ぜひともチャンネル登録、高評価、そしてコメント、通知音よろしくお願いいたします。クリエイターサポート、AFR もお忘れなくよろしくお願いいたします。それではまた次回のレゴフォートナイトでお会いいたしましょう。またねー。